今日の新型コロナの感染状況です県内では今日新たに50人の感染が確認されました自治体別に見ますと浜松市で18人、島田市で10人などとなっています島田市では新たにカラオケを伴う飲食店で従業員と利用客、合わせて6人が感染するクラスターが発生しました